築地のようなところは他にありません騒がしさで有名な東京の魚市場は世界でも群を抜く大きさですそれは日本が今も世界最大の海産物消費国だからです種類の豊富さは目を見張るほどしかし私の目当ては芸肉クジラの肉です佐久間淳子さんに案内してもらいますこの巨大な市場で芸肉を売るのは小さな2軒だけなので案内役は欠かせません 今日は少ししか並んでいません。こちらはミンククジラ、こちらは絶滅の危機にある長寿クジラです。これはレストラン。ラン店主は1日におよそ20キロを売ると言います。買い手はすべてレストランです。もう日本人は芸肉を食べないというのが事実です。何年も前から減っています。日本は最大で年に4000トンの元肉を入手します。 たとえ、牛肉が減っても、芸肉の値段は上がりません日本政府は、捕鯨は何世紀も続く文化の一部だといいます。 しかし実のところは日本が南極海で大規模に捕鯨を開始したのは第二次世界大戦後でした当時の日本は飢えていて動物性たんぱく質の必要性に迫られていましたしかし1970年代80年代に豊かになったとたん日本人は牛肉への食欲を失ったのです今でも食べている人はわずかですこれが刺身ですね生なんですよね 私の旧友加藤悦夫さんのような人たちです加藤さんは西日本の出身で子どもの頃は芸肉が大好物だったそうですでも牛肉や豚肉の味は知りませんでした子供の頃は毎日食べました毎日です,か毎日です肉といえば芸肉だったんです初めての芸肉ステーキを一口恐る恐る食べてみます、うん 最初はステーキを食べている感じがしますがかなり強い風味ですね両重の肉によく似た風味ですかなり噛みづらい美味しいとは言えない味です加藤さんでさえ同意します芸肉を食べたのは5年以上ぶりだそうですもうクジラを捕まえる必要はありません クジラを食べる習慣が日本にはすでにありませんから牛肉の方が牛肉よりずっとおいしいですよ。ご自分で牛肉ステーキを食べてみてよく分かったでしょう。ビーフステーキの方が牛肉よりずっとおいしいのは明らかです。それでも 日本は再び南極海に赴き捕鯨を行っています。毎年行われるこの捕鯨は、税金を何千万ドルも使いますが、日本文化とは無関係なのです。